ヤジガ、ユコフンは、鹿児島県イブスキ市十二町に所在する、古墳時代中期後半から、後期前半の古墳。イブスキ市指定史跡。現在確認されている範囲で、日本列島古墳文化圏の最南端に位置する古墳とされる。薩摩半島南部、鹿児島湾入り口に臨む、活火山、池田山線の東側山麓に広がる海抜4から6メートルの、 火山性洗浄地末端に位置する。古墳のある場所は、市営住宅の敷地内となっており、西側には、JR いぶす枕崎線が隣接する。遺跡の周辺は、周知の埋蔵文化財放送地、敷業遺跡として知られており、1996年に、市営住宅建設に伴い、いぶす市教育委員会により発掘調査が行われ、 奈良平安時代の建物遺構等が発見されていた。1998年に北隣にもう一等団地を建設する計画が起こり、発掘調査が行われた。当初古墳の存在は想定されていなかったが、地表面から約30センチメートルで、青ラの二次堆積層に覆われた集合と墳球が発見された。調査区成では、墳球の約1、2が顔を出しており、 残り半分は道路下に隠れ発掘できなかったが地下レーダー探査により円墳であることが判明した。就航からは成川式土器を主体とする土器片約800点が出土した。埋葬施設はすでに作兵されたためか検出されなかった。2004年3月15日、イブスキ市の史跡に指定された。薩摩半島、大隅半島西部を中心とする 九州南部の古墳時代地域社会は、土工房を一般的な母性都市、前方公園墳などの高塚古墳が一部を除いて存在しない古墳の空白地帯とされていた。その中で味が湯古墳は局地的ではあるが、古墳の分布圏が薩摩半島南端まで広がっていたことを示す重要な遺跡となった。現在は埋め戻され、 ヤジが油断地内の公園として保存されている。ありがとうございます。